拒否を拒否王の弾みはミッドファーストぐらいです。打球感はしっかりとしていて、板が柔らかすぎずややハードな板です。球を持ちすぎず持たなすぎず、回転はかけやすいです。今も卓球選手で拒否を使う選手がいます。スピードが速いとかではなく、万能な感じの卓球ラケットです。昔の卓球ラケットの中では弾む方ですが、今はエヴァンホルツとかすごい弾むラケットが出てきたので、それに比べると控えめな印象です。かといって弾まないわけでもない、ミッドファーストぐらいです。